よし、じゃあ次のボーナスが青7だったら来てるってことですね。おお、ちょっと大チャンスじゃないの。いっちゃうだか、なんかいっちゃうか。よっしゃー、よっしゃー、エキスだった。はい、38と、これをね繰り返していくっていう形ですね。やめますやめます、おつむじ、ええ、やめます。いやー、有野くん今日も寒いね。まあまあそうですね、まあ、寒いね。室内ですけどね。ペロちゃん寒い？うん、ちょっと寒いか。寒いか、あ、室内だけどね。じゃあよかったらさ、うん、俺の上着見る見る見るよ、見る、ヒョウ柄。脳内混乱シリーズ面白いな見る。あー、うー、おい、うー、う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 、でいきますか。ジェ、あ、ね、何ジェレトークのうって何なの、あ、あ、ジェレトークうでいくか。じゃあ、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 こう、それでいこう。ジェレリック医薬品いやいやいや、あの、やすやすね、あの、後悔一緒ですけども、どういたしますかトークトークモーリスさんですかね。モーリス、はい、勝てる魔法ありますか。あるよあるよ、即答だよ、即答。いや、いや、それはあるでしょ、悪魔だからね、魔法使いなんでしょ。ボバさんいる、ボバさんが。僕たちからまず行きましょうよ。ああ、そうですね、そうですよ。あります、人間ども。あるあるある、僕前回からあるんですよ。人間ども何ができんだ。ありますよね。あ、俺様が授けたんだ。そう、授けたやつ。人間に。リノリドリアタック。おお、帰ってこい空気空気よ、帰ってこいよ。やべえ、すげ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 え、一気に顔が、すごい、一気に顔、酒飲んだ一気に顔が赤くなった。で、2期はある。あ、あるあるある。え、うん、え、勝つ魔法だよね。うげでせりぬへん、これですね、これですね。はい、あの、俺さ、魔法です。おい、一回もやった。え、この黒バラ入って7年間ぐらいでしょ。うん、やったやった、全部使わなかったけど。もう一回やついいですか。もう一回、もう一回、もう一回。だからハピスネティ。違う違う違う、これ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 、何、ハピネス。え、違う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 、ハピス、ハピソンニヒーだね。ハピソンニヒー、意味あるんですか。ハピソンニヒー、意味、意味、いや一応意味を意味、はい、あれ、じゃあ、うーちゃん、うーちゃんあります。俺はやっぱりドドンマ。タナッチュー、これペガル TV ですね。ペガル TV のスタッフさんですね、うん、好きな人と一夜を共にするとき、超気合い入れた下着を履こうか、気合を入れたと悟られない程度の下着を履こうか、いつも迷います。へ、相手側の立場としてはどうなんでしょうかって言ってますけど、この人男性なんですよね、うん、まずじゃあ、え、どうなんだろう。ティーバッグとか履かれてたらビビるよね。ビビるんだ。ビビるよね。なんか女の人は勝負下着とかよく着るけどさ、俺ティーバッグとか見たことないよ。今まで。ある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 。そうなん。ある。気合い入ってんじゃない。じゃじゃじゃ、気合い入ってるとかじゃなくて、でなんかさ、思っちゃうじゃないですか。俺はね。そうなん。で、二期は思っ、あ、もともと履いてる人か。そう、服で変わるから、そのパンツのラインとか見えたくない時にティーバッグ履いてる人とかいるから。よう知ってます。まあでもさすがにね、脱がす時にうんこついてねえかなとか考えるよ、やっぱ見るとさ。考えない？あ、考えない？考えない？そんな俺だけ？うんこついてるかどうかみたいな話なんですかこれ。あ、じゃあ全然関係ないですね。そう考え。あ、でもさ、ちょっとなんかすげえ下着の話で盛り上がっちゃうけど、ごめんね。
ガーターベルトってしたことある？人生ありますあります。ある、うん、うーちゃんはちなみにそのガーターベルトとかティーバッグとか履かれるんですか？めちゃくちゃ持ってる。おお、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ持ってる。もしかしてリピーター？リピーターってなんだよ。リピーターですか？リピーターってなんですか？え、ちなみに何着ぐらいあるんですかね、一応それ。20、結構あるじゃん。これはジョージやね。ジョージティーバッグ、リミットは高いですよ、ね、マジで、うん、いやですって。まあだらしなくな、くなければっていう形なのかな、うん、だって男側もう女の子脱がせてさ、うん、ボロボロのなんか履いてたらえってなるでしょ。まあ確かにな。まあなんかあんまも関係ない感じもしますけどね。あーもう一気に脱がしちゃう感じ。いや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 、ザーッと。なんか下着の色とか見てるようなあれじゃなくないもん、うん、なんか真っ暗だったりとかすることの方が多いな気がするから。ケス派なんすね。はい、ケス派なんですね。いやもうあのなんか俺みたいになってきたね、うーちゃんも。だから乗り移ってきたから。まずいまずい、それはまずいよ。逆にって言うってことはつける派なんですね。いやですね。あー、じゃあ消す派なんですね。薄暗いぐらい。僕は明るいか暗いかどっちかがいいですね。中途半端が嫌ですね。今日勝たないとやばいんで、本当に恩返しできないんで頑張っていきましょう。ということでジェネトーク終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。まあなのでこの AT に関しては初代の緑丼みたいな感覚なので、本当ね、まあ、リプレイの引きとかその外れ連続の引きとかレア子役はもちろんのことなんですけど、本当ね展開によって変わってきちゃうんで、終わっちまうかも。あ、ラスト、あ違う、これチャンスアップなだけか。ちょっと厳しいかもしれないです。できればチャンス目、よっしゃー、スイカ柄うまい、めちゃくちゃうまい。いやー面白いな。よしビッグ、暑いけどね、黄色の時点まあまあ暑いよ。挟んちゃうか。うまい、うまいな。レベル2になった。これもったいないね。さっき結構やれてればレベルマックスになったんだけど、いやーすげえ面白い。やっぱ7揃いするっていうか、何かを揃えるとかやっぱ面白いよね。まあデフォですね。まあ色が赤かったりするとチャンスアップ。はい、昇格ならずと。お、あれ青い、チャンスです。どうだ、あ、チャンスアップ、ボーナスです。え、多分大丈夫。チャンスアップはね、ほぼボーナスなんですよ。うまくない？よし、今のね、スタート時の背景なんか下あったような気がするんだけどな。38でここまでボーナス聞いてるのもね、まあまあ頑張り屋さんなんで。で本気はその無限みたいなのもあって、無敵モードっていうものなんですけども、でここでチャンス目とか引くと激アツです。レア子役とか残念でしたと。カットンでいきなり90%ループいったりするんで、
諦めるな。いやレア子役いけない、下がってもうた。よし頑張ろう。58はダメだぞ。戻っちゃいましたね。お、赤いんで多分上がります。よし、はい、5%上がりましたね。頼む背景弱い。よしよしよし上がった。よし、あ、お、なんか下だったな今の。まあ今の開始画面の下が、次回同色ビッグ以上ですので枚数的にもね、ここでボーナスを引きたいわけですよ。追い込まれましたね。終わりですね。でここからコンティニーチャンス入ります。3ゲームのチャンスゾーンでレア子役引ければ AT 復帰。滑んねえかな。残念といった形になりました。まあですが、プラス250枚ぐらい持ちまして色見ましょう。あーまたグリーンやビッグ以上の下で一応、通常以上と。やはり超高額でしたね。ふう、ここに来てか。一番下のリプレイだ。諦めるなよ、まだまだここからだぞ。よし、これリプレイ一角っす。で今 75% 取ったと。おお、どうだ。よっしゃ、66ゲーム、あいいぜ。で先ほど緑だったからビッグだろう。よし AT ぶっ込もう。こういった台はね、そのリゼロとか転生と違ってすぐ当たるわけですよ。それが本当に最高。レバーに力入るよね。ヒーローあっちですけどね。やっちゃった。よしよしよし、ごめんなさい、お見苦しい感じで。よっしゃ、いやある程度見せれてよかった。これ最悪入らない時あるんで。めっちゃうまくないですか。よし、気を抜くな、ありの。
バディを揃えたい。おお、結構飛んだね。いや、あともう一回ぐらいでいいっす。頼むよ。下手だな。超嬉しいリプレイがないですね。そうです、こういった感じでね、完全告知もあるんで。また頑張ります。ジャックレア500かリプレイか、うまいです。またお前か。落ちましたな。はい、もう一声くれ。今日ここがめちゃくちゃ弱いんだわ。ソライバーリプレイ。うめえうめえぜ。おい、いやーいいですね、すげえいい。下パネがですよね、消灯してるんで、これ揃うっていうかレギュラー中扱いなんで、多分何千分のうちだよこれ揃ったら。やれてる。よし、赤上がったやろ。よし、またここ来たな。チキショー、ちょこ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 レベルアップというかね、確率上げてんだけど、いやー、よしよし、ここら辺から全部上がってくるんじゃないかな。今のはプラスされるんで、レア役分は。もう一回行ってくれ。よし、40パーじゃかるよ。きしょー。
終わりましたね。540枚おー、うまっしゃー、超嬉しい。あいやー、今のは嬉しかった。もうワンチャン頼む。あ、やらなかったか。43分の1スタートだったのかな。よし、あー、やれてーなー。終わりましたね。あ、今フリーズしたのかなと。弁当で、あ、これが弁当か。え、チャンスメ、あ、チャンスメか。ダメか、つまずいけばダメか。俺の地獄に、また6ページ。ロケットランチャーだー。でい、お、チャンス目2個か。ダメだ。ゼロゲームから打って200のゾーンで引っかかりました。もうこれ当たってます。いきますよ、せーの。さあ投資20本、1000枚、俺1000枚以上もらえばチャラ。ちょっと頑張るわ。2個、
もらった。三個。お、引いた。セイ。よし。どうじゃ。これで一個もらう。もう一気にいきます。セイ。攻撃レベル三。ここの抽選なんだったかな。ここはそうだよね。今のこれで躊躇で勝ち確す。いやー、2-2、あー、3-2か。いいー。10回ぐらい押して期待度を測るってレヴィン君がやってました。1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ない。まあ32分の1なんで、もういいや。あとは運に運に運引きに任せよ。いやいや引けてない。まあ 15% 絶対通ってないだろうからね。せい。うわー、引けないぞこれは。引けないぞ。ネギちょい、引けない。もう リプレイでいいから、リプレイでいいからちょうだい。リプレイちょうだい。リプレイ、リプレイドン。もう一回、もう一回、もう一回。ダメでした。お、あ、違う、ワンチャンある。ドドンナー。おお、あります、あります。魔力すげー。ありますよ、ありますよ。なんだったんだろう。あ、今引いた。お、リプレイ遅いよ。あー、やった。あぶねえ。さすが。あと1回、あと1回、あと1回任せてくださいよ。あと1回。あ、超大事、超大事。おっしゃ、おっしゃ。サウサ、さっきと同じだ。頑張る、レベルも入れよう。おお、あ、違うわ。めっちゃ今興奮した。チェリーかと思った。出る、出るよ。だってここにある。一瞬めっちゃ興奮しちゃった。頼め。リプレイください。リプレイ、リプレイ、リプレイください。どう、あざす、あざす。もう一回。うわー、何にもね。うわー、もうダメだ。うわー、終わった。マジか。いや、まあまあ、とりあえずもう1セット見るわ。はい、200で当たってるから。今どん、え、今がんやれてる。やれてないです。まあ枚数的にはちょっと不甲斐ない部分はあるんですけど、いやいやいや、もう勝つとか勝利1としては、うんうん、大丈夫かなと思うんですよ。素晴らしい。こんな感じです。新番組鈴木と豪邸のウハウハスロット頑張る。色とりどりの缶、並ぶ缶、とても選べない、困った、どうしよう。小銭を入れてこのプッシュ、小銭がないとき札プッシュ。はい、どれ。ピポン。はい、はい、自動販売機。イエーイ。